こんにちは、ポロです。今日はですね、メリットとベネフィットの違いについてお話していきます。商品を売る際にベネフィットを訴求しましょうって、言われることよくあると思うんですけど、ベネフィットとメリット似たような言葉でどこがどう違うのか、分からないという人もいると思うので、この違いについて今日は解説していきます。で、僕たちがですね、訴求しないといけないのはメリットではなくてベネフィットなんですね。まあ、メリットを訴求してもいいんですけど、これだと弱いんですよ。で、本来やるべきはこっちのベネフィットの方で、このメリットっていうのはですね、まあ、一応英語にもあるんですけど、英語ではですね、まあ、メリットっていう単語はほとんど使わないので、例えばアドバンテージとかね、強みとかっていうふうに訳したりしますけど、でこっちはベネフィットじゃないですか。で、アドバンテージだと強みになっちゃうんでちょっと分かりづらいかなと思うんですけど、もっと分かりやすく言うとですね、効果とか効能ですよ、こっちは。でこっちはですね、まあ辞書引いてまた分かると思うんですけど、恩恵なんですね、意味自体は。そのマーケティング用語だとベネフィットイコールメリットですみたいな訳され方をすることがあると思うんですけど、厳密な、日本語訳だと恩恵になるわけですね。この恩恵の方がこの違いをですね、見極めるときには分かりやすいんですよ。ベネフィットイコールメリットですよって言われたら、まあ、この2つは一緒のものになってしまうわけですけど、そうじゃないんですよね。実際は違うものになるんで、ベネフィットを訴求したいのにメリットを訴求してしまったら、ちょっとこう訴求が弱くなったりするんですね。だからこの違いをしっかりと理解しておいた方がいいんですけど、この効果っていうね、効果効能っていう、まあ、訳にするとすごく分かりやすいかなと思います。例えば、まあ、何でもいいですけど、ダイエットサプリがあった場合、サプリがあった場合ですね、効果は例えば痩せるとかじゃないですか。もうすごくざっくり言うと痩せるっていう効果がありますね。ダイエットサプリを例えば飲むことによって3キロ痩せるみたいなものがあった場合、これはメリットなのかベネフィットなのかっていうとですね、メリットなんですね。痩せるっていうのはベネフィットに思われるじゃないですか。だけどそうじゃないですね、まあ、ベネフィットを取れなくもないけども、メリットなんですよ。っていうのは効果だから、ね、僕たちみたいな無形商品を売ってるとちょっと分かりづらいかもしれないですけど、サプリとかそういうものっていうのは効果っていうのははっきりしてるから分かるじゃないですか。で、このベネフィットっていうのはですね、この痩せるっていうことから得られる恩恵ですね。例えば、昔着れなかった服が着れるとか、昔着ていた服が着れる、サイズが合わなくなった服が着れるとか、そんなんですね。だからお気に入りの服が着れるとかね、これにしましょうか。が着れる。昔着てたお気に入りの服があるけども太ってしまって着れなくなったっていう場合にですね、痩せることによってお気に入りの服が着れるということです。で、これは恩恵ですよね。痩せることによって得られる恩恵の一つがこちらになるわけです。で、これを見てですね、勘のいい人はピンときたと思うんですけど、この両者の違いはですね、ジェネラルかパーソナルかってことなんですよ。ちょっと英語にするとね、日本語でパッとこう出てこないんで英語にしますけど、効果効能っていうのは万人共通なんですね。例えばこの A っていうサプリがあって、これを飲んだ場合、仮に3キロ痩せるとしたらですね、まあサプリだとちょっとあれ分かりづらいですけど、まあ万人共通だと考えてください。その A っていうサプリを飲んだらどんな人が飲んでも3キロ痩せるっていうことです。だから万人共通、ジェネラルなんですね、一般的なもので、こっちはパーソナルなんですよ。その、この3キロ痩せるって結果は誰がこのサプリ A っていうサプリを取っても一緒の結果が得られるけども、こっちの恩恵の部分はですね、もっと個人的なもの、パーソナルなものなんですね。このお気に入りの服が着れるっていうのはこの人にとっては恩恵だけども、別の人にとっては恩恵じゃない可能性もあるわけですよ。別にお気に入りの服着たいとも思ってない可能性もあるわけだし、もっと極論言うとですね、痩せてる人がこのサプリを飲んだ場合ベネフィットはないんです。だってもう痩せてるわけだから、痩せてて、ね、さらにそこからじゃあ痩せたとして、なんかその人にとってこう個人的な、なんだろう、プラスというかありますかって言うとないんですね。
だからメリットはあるけどベネフィットはないっていうこともあるわけですよ。 メリット効果というふうに定義付けた場合、ね、痩せてる人がこのサプリを飲んだらもっと痩せると、だから効果はあるわけですよ。だけどこっちの、ベネフィットの方はないわけですね。痩せたことによってじゃあ何か得したのかっていうと得してない、もっともっと痩せてるわけだから、だからベネフィットはないわけですよね。だからこのジェネラルかパーソナルかってところでメリットとベネフィットっていうのは分けられるわけですね。なんでこのメリットとベネフィットの違いっていうのはしっかりと理解しておいた方がいいんですけど、で何ってね思う人もいると思うんですよ。で違いが分かって何なのみたいなことがあると思うんですけど、まあ別にこっちもね、なんていうんですか、痩せるっていうこと自体はその効果があるわけだから、これもまあベネフィットと言えなくもないわけなんで、別にどっちでもいいんじゃないのっていうふうにね、人によっては思ったかもしれないですけど、ここがですねすごく重要で、こういうダイエット商品とかはすごく分かりやすいんですよ、ここのメリットの部分が。例えば痩せますみたいな感じでなるわけだけど、なんだろうな、もう僕たちが扱ってるような情報商品とかっていうのはここがすごくですねぼんやりしてるんですよ。どんな効果があるのみたいな感じの、ここははっきりしないんですね、無形商品っていうのは。まあ無形商品だけじゃないんですけど、ここはぼんやりした商品って結構あるんですよ。そうするとですね、そのベネフィットを訴求してあげないとね、一般的なものって言ったじゃないですか。だから何かの効果はあるんだけど、それがね、What's it in for me って言うんですけど、英語だとそれが私にとって何のメリットがあるのってことです。だからこの効果はあるけども、ね、これが自分という人間にとってどんなメリットがあるか分からないですよ。メリットって言葉使うちょっとややこしいですけど、どんな得があるのか分からないです。お客さんっていうのはそういう自分でそのなんていうんですかね、このベネフィットっていうものが分かる人は少ないんですよね。だからこっちが伝えてあげないと、これはあなたにとってこういう得がありますよってことを言ってあげないと分からないんですよ。だからこのベネフィットを言ってあげないといけない。この個人的なこと、このキリンの服が着れますよ的なことを言ってあげないと、ね、さっきも言ったみたいに痩せてる人にとってね、じゃあもっと痩せてどんなその得があるのかってことになるとないわけじゃない。だから人それぞれ違うわけですね。この痩せるっていうものがどう自分にとっていいのかっていうのがわからないわけです。だからそれを言ってあげるとかですね。だからこのパーソナルな部分を言ってあげて、私にとって What's it in for me? だから私にとってどういいのかっていうのを伝えてあげるために、このベネフィットっていうのをしっかり理解してこないと。こちらのジェネラルな方ですね。メリットの方を言ってもですね、これだけだとわかんない人がいるわけですよ。それが自分にとって何なのっていうふうに思う人がいるわけだから、ここを言ってあげるってことが大事です。だからセールスレターの時もですね、もちろんその一番大きなメリットじゃないわ、一番大きなベネフィットっていうのはね、1個だけに絞ってキャッチコピーとかボンと入れるのがいいと思うんですけど、それ以外のベネフィットですね、っていうのは例えばボレットって言われるその箇条書きの部分に入れたりとか、ね、その文中にちょいちょいね、出していったりとか、そういうふうにして、こう、相手にですね、それを伝えていかないと分からないんですね。その人にとって、自分にとって何がこれどういいのって分かんないから、そういう意味でもこのベネフィットっていうのはですね、しっかりとこの違いを理解して、それを使っていくっていうことをしないと、こういうジェネラルの方、万人共通でこういう結果が得られますよっていうだけだと、大してお客さんもね、そんなに欲しいと思わないし、それが自分にとって何のメリットがあるのかもわからないので、商品が売れないっていうふうになるわけですね。今日はメリットとベネフィットの違いに関するお話です。最後まで見ていただきありがとうございます。